しまいました。チャンミオ TV、 今日も元気いっぱいお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は4月の12日、ウキウキハッピーなフライデーでございますよ。金曜日、今日は第217回目のチャンミオ TV です。メイン司会のチャンミオです。牛久市キラキラプロジェクトを推進中の奥の我慢ガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時のこの時間に、市民発メディアチャンミオ TV をどうぞよろしくお願いいたします。そして私チャンミオは11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのを勝手に応援しております。育ててくれた地元というのは家族のようにあったかい存在ですよね。ということで、地域と家族の絆について深く考えていきましょうというね、そんなほっこりあったかい家族の日、皆さんもぜひ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 チェックしてみてください。今年は11月の17日がその家族の日ですからね。私ちゃんみょは何かウキウキハッピーな家族の日のイベントができたらいいなぁなんて思っております。11月の17日ですからね、こうなんていうんだろうな、暖かい冬の始まりの日になったらいいなと思っていて、なんだかみんなで、地域のみんなで食べるお鍋のイベントができたらいいななんて思っております。私は牛久民なので、ワイン鍋なんていうプロジェクトができたらいいなと思ってますので、協力してくださる方ぜひぜひご連絡ください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、そんなチャンミオ TV でございますけれども、じゃじゃじゃん、今日からチャンミオ一人では寂しいので、お友達が増えました。はい、ミニチャンミオ、名前は分かりませんがチャンミオの妹です。はい、昨日生まれました。ちゃんママが作ってくれたこのね、ミニチャンミオと一緒にこうお送りしていきたいと思いますので、ゲストの方がいらっしゃらなくてももうこれでね、寂しくないですね。うん、そうだね、うん、そのうち声もちゃんとすると思います。はい、というわけで今日もチャンミオ TV 以降生放送で参りますけれども、本日は、はーい、ライブスペースルーツさんから1時間の生放送でお送りしますチャンミオ TV でございます。ライブスペースルーツさんはライブハウスなのにラーメンが食べれる、そんなちょっと変わった不思議なライブハウスでございます。井戸ちゃんの作るラーメンは天下一品でございます。とろけるチャーシュー、一度食べたらやめられません。もうやみつきになること間違いなしですからね。皆さんぜひ一度ライブスペースルーツで糸ちゃんの作るラーメン食べに来てくださいね。よろしくお願いいたします。幻のラーメンなんちゅうものもありますからね、ぜひ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 よろしくお願いいたします。まあ、そんなチャンミオ TV では現在、企業の皆さん温かい支援を大募集中でございます。もしもいいよというふうに言ってくださる方いらっしゃいましたら、チャンミオ TV は新しくアドレスを取得しました。チャンミオアットマークチャンミオ .tv までですね、ぜひ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 ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。はい、そうなんです、よろしくお願いします。どんな声ですかね、あなたは。ちょっと今考えてる。まあそんなチャンミオ TV、 ツイッターでもですねご連絡できますので、アットマークチャンミオが私チャンミオのユーストリームの、ユーストリームじゃない、ツイッターのアカウントとなっておりますので、ぜひ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 そちらの方にですね、あのダイレクトメッセージでいいよっていうお声をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなチャンミオ TV、 まだまだ募集するものございます。チャンミオ TV では皆様からのウキウキハッピーなコメントをお待ちしております。ユーストリーム開いていただきますとですね、よいしょ、チャンミオさんにはちょっとあれしていただいて、ちょっと、はい、いいですか。ユーストリームにはですね、このようにソーシャルストリームというのがございます。ソーシャルストリームというのがございます。こちらにですね、ツイッターかフェイスブックかミクシーかユーストリームで
ログインをしていただくと、こちらの方にですね、文字が入力できるようになります。なので、こちらに文字をタカ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 ッと打っていただいて、送るというボタンがありますのでね、送るというボタンを押していただくと、皆様のこの入力してくださったコメントが、こちらのね、スタジオの方に、本日はライブスペースルーツにですね、はい、皆さんのコメントリアルタイムでこっちの方に届きますので、ぜひ、コメントをして、このチャンネル TV を楽しんでいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。出演も大歓迎ですからね。待ってますよ。よろしくお願いします。はい、まあ、そんなわけで、本日の流れを説明していこうと思います。いいかね？はい。ではでは本日の流れをご説明します。まずこの後、いつものコーナー、牛乳をご紹介します。そして、その後はですね、広報牛久を読んでみよう。今日は広報牛久、はい、載ってますからね。広報牛久の記事を少しご紹介して、まあ、あとは、チラチラチラと、何かが起こる。きっと、ここは、なぜなら、糸ちゃんラーメンであるから。というわけで、まあね、元気いっぱいお送りしていきますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。コメントしてくださいね。待ってまーす。はい、それでは早速、始めましょうね。一つ目のコーナー、牛乳でございまーす。よいしょ。よいしょ。ほい。では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 、牛乳をね、ご紹介しましょう。よいしょ。はい、それでは早速参りましょう。牛乳でございます。このチャンミオ人形をどうやってあれしたらいいかしら。ちょっとね、さっきまでこうあれしてたんですけど、なんかどこかにあなた置いときたいわよ。ちょっとなんかしっくりくるところがあるというね。なんかこうみんなにこう見てもらえるような、そんな場所が欲しいわよね。せっかく作ったんだからね。じゃあ、これでいきましょうかね。はい。それでは早速、記事ご紹介していきましょう。今日も、チャンミョ TV 調査班からニュースが届いております。早速見ていきましょう。一つ目のニュースは、牛久市のホームページからご紹介いたします。カッパ号ペーパークラフト。というわけで、早速、記事見ていきましょう。こちらはですね、社会福祉課さんのブログでございます。カッパ号のペーパークラフトができました。ということで、もうちょっと見ていきましょうね。牛久市コミュニティバスカッパ号のペーパークラフトができました。新型車両デザイン一新のおしゃれで可愛いカッパ号のペーパークラフトを作って飾ってくださいね。というですね、まあ、こんな素敵なブログなんですけれども、皆さん、ハサミ、カッター、もしくはカッター、糊をご用意ください。そして、カッパ号ペーパークラフトをダウンロードしてくださいということで、こんばんはー。お帰りなさい。で、カッパ号ペーパークラフトをダウンロードすると、カッパ号が作れるというですね、まあ、そんなホーム、あ、こんばんはー。お帰りなさい。まあ、そんな、どこまで読んだか忘れちゃった。まあ、そんな、カッパ号ペーパークラフトなんでございますけれどもですね。このカッパ号、4月1日から新しいデザインの車両が導入されて、見かけると、ウキウキハッピーになれるという噂があるとかないとか、ということでね、このペーパークラフト、ホームページからダウンロードできるので、皆さんぜひ作ってみてください。というわけでですね、まあ、写真あるので、じゃん。こちら。カッパ号ペーパークラフトでございます。このカッパ号ペーパークラフト、まあ、ホームページに載ってるということでですね、早速、私も準備してみましたよ。こっちの画面でやらない方がいいかな。ないか。では、早速皆さん、カッパ号ペーパークラフト、ちょっと、ちゃんみおちゃんには、ちゃんみおちゃんは、ちょっとここにいてもらって、カッパ号ペーパークラフトを作るには、まず何をするかというと、ホームページにもありましたね。まずまあ、牛久市のホームページを開きます。そしてその後に、ハサミと、糊を用意してください。そして、一番重要なのは何かと言いますと、
はい、そうです。牛久市のホームページのカッパ号ペーパークラフトをダウンロードしましょう。これはね、PDF ファイルね、そういうのを開くとダウンロードできるんですけれども、まあ、そちらをですね、ダウンロードして楽しんでいただきたいと思いますけれどもね。ではでは、それをダウンロードすると、よっこいしょ、3種類のね、新型シャドウの3種類がこう出てくるわけです。じゃじゃーん。こちら、まずはピンク色でございます。牛久市コミュニティバスのね、ブドウでございますよ。はい。ブドウをあしらったカッパ号でございます。そして、もう一つは、じゃ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 ーん。こちら。はい。緑色のカッパ号でございます。見えるかな？はい。緑色のカッパ号です。はい。はい。そして続きまして、最後が、じゃじゃん。見えるかな？青いカッパ号でございます。ね、新しい仲間が登場ということで、3種類のこのカッパ号のね、ペーパークラフトをダウンロードできます。で、まあ、これをですね、何をするのかというと、チョキ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 切るわけです。チョキ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 切って、チョキチョキ切ります。そしてこうやって切っていくと、まあ、のりしろなんていうのがついてたりとかするんですね。なので、まあ、その説明書もこのね、すごくわかりやすいんですね、このペーパークラフトは。なので、チョキチョキ切って、チョキチョキ切って、チョキチョキ切って、で、まあ、指示通りにですね、指示通りにこう進めていくと、ダダダダダーン、ブーン、はい。ということで、カッパ号の出来上がりなんでございます。かっこいいでしょう。イエーイ。が、これがですね、ダララララーン、ダララララララーン、こちらがウキウキハッピーの魔法をかけると、じゃじゃーん、カッパ号になります。はい。そして最後もう一枚ありましたよね。もう一枚も、あ、ララララララー、はい、ウキウキハッピーの魔法をかけますと、じゃじゃーん、カッパ号の出来上がりでございます。カッパ号、皆さんもぜひぜひ作ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい。ということで、見事にカッパ号がですね、こうウキウキハッピーにできるという、そんなまず一つ目の牛乳でございましたけどもね、本物のバスの方もぜひぜひ皆さんご乗車くださいね。よろしくお願いいたします。はい。それでは二つ目の牛乳に参りましょう。2つ目の牛乳は4月の12日、茨城新聞さんからの記事のご紹介でございます。チューリップ満開ということで、土浦の、ね、ニュースでございます。早速記事見ていきましょう。チューリップ3万本満開ということで、土浦の霞ヶ浦総合公園からのニュースをお届けします。その前にツイッターが来てたら嬉しいから、ツイッターのチェックしてみましょう。おダーマスさん、おかえりなさーい、お晩です。はい。そして田中さん、おかえりなさーい、こんばんは。一杯やりつつ拝見、ありがとうございます。そして奈々さん、具合はどうしてと言われておりますけれども、はい。ではね、2つ目のニュース早速読んでいきましょう。霞ヶ浦総合公園の、オランダ型の風車前のチューリップが、なんとここ数日来の好天で一気に咲き始めたということなんですね。
霞ヶ浦総合公園を管理しております土浦市のネイチャーセンターによると、市制50周年を記念して作られたオランダ型の校舎、こちら高さが25メートルの下に赤だったり黄色だったりピンクのチューリップ6種類約3万本が6段のひな壇上に植えられているということでございます。今月に入って咲き始めて満開だそうですよ。満開です。子供連れの母親、そしてカップル、お年寄りらが次々に訪れ、花畑を散策したり写真を撮ったりしているというですね、そんな春らしいニュースが届いておりました。早速調査班からのコメントも見ていきましょう。この後の牛天もございますけれどもね、この週末もお天気に恵まれそうですから、水郷公園のチューリップや先日お伝えしました奥原の菜の花などなど、季節を感じる花々を見学にね行ってみてはいかがでしょうか、という2つ目の牛乳でした。ちなみに、チューリップのね満開の画像もありますので、そちらもじゃん、はい、こちらですね、霞ヶ浦総合公園のチューリップでございます。皆さんもぜひ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 週末のね遊びに行ってみてはいかがでしょうか、というのが2つ目の牛乳でした。よいしょ。続きまして3つ目の牛乳に参りましょう。3つ目の牛乳はこちら4月12日常陽新聞さんからの記事の紹介です。うまいもんどころフェアということで茨城県内のニュースでございます。早速記事見ていきましょう。県産の食材使用の5品発売ということで、セブンイレブンが23日からうまいもんどころ応援フェアというのを開催しているということです。では詳しく記事見ていきましょう。茨城県と地域活性化包括連携協定を結んでいる大手コンビニエンスストアの、セブンイレブンジャパンが、11日に茨城県内のセブンイレブン全店、全店でなんと579店あるんですよ。知ってました？はい、579店で23日からうまいもんどころ応援フェアというのを実施すると発表したそうです。こちらはですね、日立の秋そば粉を使ったざるそばをはじめ、茨城県産の食材を使用した5品を発売するということ。地産地消の促進だったり、茨城県産の PR を目指すということです。こちらのですね、地域活性化包括連携協定の締結5周年のキャンペーンなんだそう。商品、全部言っていこうかな。日立秋そば粉使用のざるそば、こちら398円。手巻きおにぎり、わさび海苔、美味しそう、115円。そして茨城県産しらすご飯、298円。茨城県産のブルーベリーのレアチーズ、これすごい美味しそうなんですよね、240円。茨城県産のお芋のホイップコロネ、130円の茨城県産の農水産物を使った5商品を販売するということ。日立焼きそば粉を使った商品は、セブンイレブンが商品化を目指していたが、そば粉量の確保などが難しく、これまで実現ができなかったということなんですね。今回は JA 茨城みどり、こちらは日立大宮市ですね、が農家の協力を得て量を確保し、セブンイレブン専用の石臼っていうのを導入して対応しているということです。厳選した農家さんから仕入れたそばを通常のね、ものではなくって、石臼、このね、石臼を使って熱をかけずに時間をかけてじっくりいくことで風味豊かなざるそばに仕立てていると。美味しそうなものばかりでございますけれども、このね、JA 緑の、柏組合長、納入までのハードルは高かったが、風味、香り、喉越しも素晴らしいざるそばを楽しんでもらえるはずと胸を張っているというね、はい、楽しみなお味でございますけれども、ざるそばは23日から30日までの4日間を予定していて、他の4つの商品については5月の31日まで、いずれも材料の在庫がなくなり次第終了するということです。早めに食べに行かないとダメですね。ちなみにこのキャンペーン、この他に茨城空港との連携でインターネットやハガキでクイズに答えて応募するオープン検証なんていうのも実施するということです。豪華ですよ。なんと茨城空港発着の国内線ペア往復航空券、これ10組20人や茨城県産のメロン10人、そしてオリジナルエコバッグ100人なんてのが当たるということです。茨城県の
茨城県のですね、茨城県の観光物産課はこちらのキャンペーン期間中にうまいどころ、うまいもんどころプレゼントをセブンイレブンとタイアップする。旬の野菜、そして果物の詰め合わせや頑張りコシヒカリだった常陸牛を週替わりで抽選で5人にプレゼントということでございます。まあ非常にね楽しみなものでございますけれども、これはですね、茨城県内で一番多い店舗数で信頼度の高いセブンイレブンさんの取り扱いによって茨城県産品の PR につながるとですね期待されている、そんなはいものだそうなのでね、皆さんもぜひ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 チェックしてみてください。ではチャンミュー TV 調査班からのコメントの前に写真があるからそちらをご紹介しましょう。じゃーん、こちらですね、うまいどころうまいもんどころ応援フェア、さっき言った秋そばのねそばとかしらすご飯とかまあいろいろありますけれども、セブンイレブンではパンやスイーツコーナーでも時折地元産の食材を使った商品が販売されていますので要チェックでございます。期間限定だと思いますが、霞ヶ浦市産のブルーベリーのデニッシュや茨城県産のお芋のモンブランデニッシュ、そして筑波山麓牛乳のミルクプリンなどなどとっても美味しい商品が並んでおります。コンビニも便利なだけでなく災害時に市民を支える拠点になったり地域と連携した取り組みを進めているのですね。はい、今後も展開注目でございます。はい、というわけで以上3つ目の牛乳でございました。続きまして明日の気になるお天気牛天を見てみましょう。牛よいしょ、その前によいしょコメント来てるかな。お、田中さんコメントありがとうございます。チューリップといえば4月21日は稲敷チューリップ祭りですよ。そうですね、4月21日稲敷チューリップ祭り開催されますね。城之内早苗さんが来るんでしたよね、確か違いましたっけ。あとオスペンギンさんも出るってこの間ポスターで見ました。あ、楽しみですね。そして、倉持さん、倉持さんこんばんは、おかえりなさい。こんばんは、幻覚なのかちゃんみゆが2人に見える、気のせいですね。幻覚でございますよ、そんな1人です、ちゃんみゆは。というわけで今どこまで行った、あ、そうですね。はい、では明日の気になるお天気牛天でございます。はい、4月の13日土曜日、気になる明日のお天気は晴れ、晴れでございます。最低気温が3度、寒い、そして最高気温が16度まで上がるということです。もう牛乳でもご紹介しましたが茨城県内いろんなイベントございます。素敵なね、春のお花を見にチューリップだったり菜の花だったりいろいろありますからね、ぜひ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 足をお運びください。ということで以上牛乳でございました。よいしょ、はい、それでは続いてのコーナーに行く前に一旦 CM でございます。どうぞ。TV では皆様からの広告お待ちしておりますのでね、ぜひ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 よろしくお願いします。メールアドレスちゃんみよ@ちゃんみよ.tv ですからね、 chanmiyo@chanmiyo.tv までぜひ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 コメントよろしくお願いいたします。それでは続いてのコーナー、ちょっと待ってください、田中さんのコメントが来ましたね。
チャンミオのマスコットもペーパークラフト化してみたら。これにすればいいですか？ペーパークラフト。じゃあ今度またちゃんママに頼んで作ってもらいます。では続いてのコーナー行きましょう。続いては今日はですね、4月の15日版の広報牛久が出ておりましたので、広報牛久さんの記事いくつかご紹介しますね。まず一番最初の表紙のページから、おいでよみんなの恋祭りへということで、第24回牛久の恋祭りが開催されます。5月の3日祝日ですね。はい、午前9時半から午後3時まで牛久市役所脇の近隣公園、牛久市役所の敷地内で開催されるということです。これはですね、昨年ガマガール登場しましたけれども、今年もガマガールまた登場するとかしないとかということなのでね、皆さんこちらもぜひぜひいらしてください。他にもですね、いろんな企画がございます。こちらですね、魚のつかみ取りや、バルーンアート的当て大会とかですね、あと輪投げ、水中コイン入れなんかもあるということでございます。まあ、他にもいろいろありますが、お問い合わせ先は青少年育成牛久市民会議の事務局、こちらをですね、871-2301 871-2301 までお問い合わせしてみてください。続いてです。こちらはですね、まあちょっとあれなんですけども、ご紹介しましょう。緑のカーテンミニ講習会というのが開催されるということです。先ほどの恋祭りとちょっと日程被ってしまうんですけども、緑のカーテンは夏の日差しをしら和らげ、冷房の使用を抑制して、節約につながるという、そんなエコなですね取り組みが、5月の3日の午前10時から始まります。牛久恋祭り会場だった牛久恋祭り会場だったですね、失礼しました。まあ、その時に緑のカーテンコンテストなんていうのもやるということなので、皆さんぜひ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 応募してみてください。こちらはですね、主催が牛久市と牛久市消費者連絡会NPO のエコライフさんがやっているということなのでね、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。続いてです。続いてはですね、広報牛久の3ページなんですけれども、牛久市のゴールデンウィーク中の市内の施設の業務情報について書いてありますよ。休日の照明窓口、こちらですね、4月の29日あと5月の3日、5月の4日、5月の6日は、休日の照明窓口お休みとなるそうなので注意が必要ですね。はい、なんですが4月の28日の日曜日は休日窓口開いてます。はい、あとはですね、4月の30日、5月の1日、あと5月の2日は市役所が開庁しているということなので、ね、そちらをご利用くださいということでございます。お、なんかが、はい、今日も出前がやってきました。いつもありがとうございます。今日は、ちょじゃじゃーん、今日も何か届いてきましたけれども、たこ焼きですか？そう、ただのたこ焼きじゃないです。糸ちゃんのたこ焼きロシアンルーレット、イエーイって書いてありますけれども、ロシアンルーレット、牛クリアンルーレットですね。チャンミュー TV は進化してきましたね。カンペが出てきて、6個中4個が爆弾、1個だけ爆弾に当たらなければ成功、ご褒美は美味しいスイーツ、よしということで、じゃあ早速爪楊枝を使って食べればいいですね。はい、でじゃあこれ早速食べてみたいと思いますけども、一見普通のたこ焼きに見えますけれども、ロシアンルーツじゃないですね。いいですね、音楽が。いただきます。グルメレポートなのにね、ちゃんと香りを、皆さん、たこ焼きのいい香りがしますよ。いただきます。あ、大丈夫か。あ、ちょっと多分、普通です。おいしい。ごめんなさい。はい。美味しかったです。
まらないから全部食べちゃおう。はい、じゃあ普通に食べていいですか？普通に美味しかったですけど、いただきます。これも多分大丈夫でさ、うん、あれ美味しい。大丈夫でした。ええ、まだ食べなきゃダメなんですか？そっからが大変だよ。え、なんかちょっと待って、なんか血みたいなの入ってる。ちょっと気がつすぎましたね。これ絶対なんかまずいと思う。ジャム？だって甘いもん。いただきます。ジャム。それはそれで美味しくね？うん、意外に美味しい。これ何なんですか？これはね、ブルーベリージャムかな、じゃあ。ブルーベリージャムのたこ焼き。企画どれだ？いや、リアクションはちょっと取りにくいでした。けど、まだあるよ。まだある。スタジオピーチさんも入って、ちょっと待った。結構いっぱいありましたよ。スタジオピーチさんからめちゃめちゃコメントが。久々にやってきました。お帰りなさい。そして、やっとこの時間に帰宅できるようになりました。苦笑い。お忙しかったんですね。そして髪の印象が随分変わっておりますな、笑い。遅いですよ。そして、気がつきゃ BGM は鼻詰まり。よくわかんないです。ああ、失礼しました。そして、倉持さんが爆弾当たった方がウケるねと、ごめんなさい、空気読めませんでした。三軒茶屋にはたこ焼きの中がタコじゃなくて牛肉で入ってるラジオ焼きっていうのがあります。それ、ダーナさん、あのラジオ焼きっていうのはたこ焼きのルーツです。たこ焼きのできるきっかけになったのがラジオ焼きってさっき調べました。そしてちょっとツイッター追いつかないんですけど今日。教員の持ち主なのか、教員の持ち主でした。タコの血はちょっとあれでした。群馬の伊勢崎の伊勢崎もんじゃにはいちごシロップが入っています。旦那さん、本当ですか？じゃ意外に、糸ちゃんのこの、これもそんな悪いあれじゃないんですね。で、これなんだろう。音が鳴ったから、いただきます。これちょっとまずいかも。何それ？これ何？いちごミルクみたいな。あ、いちごミルク。これちょっとまずいかも。次。はい、次行きましょう。いちごミルクの次。わかんないこれ。なんか味噌っぽい。あ、梅干しだ。梅干しはそんなに美味しくないです。ダメ。はい。そして仙台のたこ焼きは、たい焼きは甘いの辛いのまでいろいろあります。で、ゆずツイッターの前に。次。何か起こりました？次。なんか黒いけど。
ダメ、あんまり美味しくない。ペロ、見事に全部食べました。ごちそうさまでした。なんかどういう番組なのか分からなくなっちゃいましたけど、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ウスクリアンルーレットでございました。はい、お、糸ちゃんからご褒美が、プレゼンザをいただきました。あ、スタジオピーチさん、それは絶対ダメです。梅干しはダメです。梅干しはダメでした。じゃあ早速いただきます。いいですね。これもなんかまずいんですか。いただきます。ぜんざい美味しい。倉持さん、だんだん顔が曇ってきたね。あ、美味しい。はい、毎週お楽しみの皆さんの出てきましたよ、いつもの。かっぱえびせん、牛久と言ったらカッパ、そう、カッパえびせんですね。こういつもいつもカッパえびせんを使って、今日は何をすればいいんですか。また入れるの。またこれは美味しいと。いつものようにカッパえびせんを買ってぜんざいを作ります。そしてぜんざいの中にカッパえびせん、糸ちゃん今日はどれぐらい入れればいいですか。じゃあ大さじ1杯ぐらい。はい、じゃあこのね、かっぱえびせんをぜんざいに入れましょう。じゃあいただきます。カッパえびせんはね、基本的に何に入れても美味しいので。はい、大丈夫です。じゃあ、いただきます。美味しい。うん、やっぱりカッパえびせんは何に入れても美味しい。ひとちゃんの新メニューです。はい。カッパぜんざい。大成功ですね。ありがとうございます。候補牛子読んでみよう、どこに行ってしまったんでしょうか。ありがとうございます。あ、ジャイアンもいるのかなと。今日はジャイアンいません。代わりにチャンミオがいますからね。ありがとうございました。もうよくわかんない感じですけど、まあ、候補牛子をあとちょっと読んで、そろそろ今日は皆さん、今日はですね、金曜日と言ったらイバキラナイトの金曜日がここね、ルーツで、ライブスペースルーツさんでこの後放送されるということなので、いつもよりも早めに店じまいをさせていただきますけども、最後にですね、広報牛久の記事一つだけ読ませてください。第103回のトクトク市が開催されます。地元のね、春のお野菜勢ぞろいで、市場では春らんまん、ぜひお越しくださいということでございます。4月の28日の第4日曜日に、午前9時から11時までですね、雨天決行ですからね、こちら牛久市の青果市場で開催されます。いつも通りサービス券付きのイベントがありますからね。柏餅2個入り限定100パックを格安販売するということなのでね、ぜひぜひそちらもお楽しみにということです。お問い合わせにつきましては、牛久のね、青果市場872-0042まで、ぜひぜひお問い合わせしてみてくださいね。ちなみに、マイバッグをぜひお持ちください。ということで、なんだかルーツの周りが怪しい何かがちょっといっぱい攻めてきてますけれども、大丈夫かな？はい。ちょっと、スタジオピーチさん、久々にお邪魔しましたが、こういう方向になっていたんですね。大変ですね、苦笑いと。
体張ってますよ、チャンミオは。でもこの後のね、チャンミオ TV の後にイバキラ TV のね、イバキラナイト金曜日始まりますから、そちらも皆さんぜひ見てくださいね。多分これ以上に体を張るのではないかと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。では今日はすごいいっぱいツイートありがとうございました。また明日もぜひぜひ、あ、嘘、明日じゃない、やり直し。皆さん今週も1週間お疲れ様でした。明日は土曜日なのでね、ラジオつくばさんでやっていますチャンミオレディオ、19時半から20時までの30分なので、そちらもぜひぜひ聞いてくださいね。 84.2MHz 聞こえない方はサイマル放送で聞けますのでね、それを聞いて週末を楽しんでください。ではでは皆さん良い週末を、来週もまた見てくださいね。